プリント基板、プリント基板、プリント基板、短縮系とは基板の一種で以下の二つをまとめて指す総称。オーストリア人の発明家が考案した配線手法である。日本においては1936年、昭和11年に成立した日本初のプリント配線版の特許が期限となる。集積回路、抵抗器、コンデンサー等の多数の電子部品を表面に固定し、 その部品間を配線で接続することで、電子回路を構成する、板状、または、フィルム状の部品。競技は部品を含まない基板だけを指すが、講義には基板に、電子部品を実装した状態も含む。主に、機材に対して絶縁性のある樹脂を含浸した、基板状に、銅箔など銅電体で、回路、パターン、配線を構成する。いわゆるプリンテッドエレクトロニクスの一種であり。 スクリーン印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、インクジェット、オフセット印刷など様々な印刷技術が駆使されている。用語は JIS 規格において JIS-C5603 で以下のように定義されている。また、その参照元である IEC が制定した IEC6194 でも同様である。これによると、プリント配線版、もしくはプリント板が、 電子部品がハンダ付けされておらず、配線だけの状態のもの、ベアボード、プリント回路版、もしくはプリント回路実装品が、電部品がハンダ付けされて、電子回路として動作するようになったものと定義されることになる。実際には、プリント配線版のことを、プリント基板、または単に基板と呼ぶ。生板、生基板などの故障もあるがこれは俗称である。別名を、 プリント回路版のことは、ユニット、ボード、モジュール、パッケージ、アッシーなどの別名を当てることも多い。また、実数での用語が示す通り日本語における漢字表記は基盤であり、基盤は誤りである。同様に英文でも頭文字を取って、PWB が基盤単体、p c b が基盤に部品を実装したものを指すことになるが、明確に使い分けをする場合もある一方、 混同して使用される、もしくは、部品の実装の有無に関わらず一方のみを使用する、例もある。PCB は、有害物質、ポリエンカビフェニルの、略語 PCB との混同を受けることがある。また、プリント基板に関する標準規格は、IPC、j p c か、日本電子回路工業会、KP か、韓国電子回路産業協会、TOP か、台湾、CP か、 中国などがある。世界全体のプリント基板メーカーは2014年時点で約2500社あり、このうち中国メーカーは1200社以上、ついで韓国、台湾、日本メーカーでほとんどのシェアを占めている。中国は世界最大のプリント基板生産地となっている。2012年のプリント基板の世界市場は約4兆円、プリント基板材料は約2兆円。 およびその実装関連製品、装置は約2兆円規模となっている。プリント基板は次のように3つに分類される。フレキシブル基板は薄くて柔軟性があることから、機器に組み込む際に自由度が高く、小型の電子機器などに使われている。コネクタ間を配線するためのフィルム状配線材も、機能的にはケーブル出るが、フレキシブル基板と呼ばれることがある。単に、 プリント基板と呼ぶ場合には、リジット基板を指すことがほとんどである。次に、リジット基板のより詳細な分類を記す。正式には、フレキシブル配線基板、フレキシブル PWB と呼ばれ、薄いポリミドや、ポリエステルなどのフィルムでできた機材の上に、薄い銅箔の配線パターンを持ち、表面を保護のための絶縁フィルムなどで被覆された、配線基板。業界名。 セミの羽自由に折り曲げることができるほど薄くて柔軟であり、外形や中抜きも自由な形に比較的容易に加工できる。このため小型で外形が複雑な割に多くの部品を詰め込む必要がある製品への使用外。また、複数のリジット基板間を接続するハーネスケーブルの代わりに使われることもある。最後の2点によってそのままではヒートシンクが使えずに、 発熱の大きな部品は実装が困難となる場合があるが、基板の柔軟性を利用して筐体などを放熱器代わりにする方法がある。これらの問題点を解決して、硬い基板と柔らかい基板の両方の長所を得られる、リジットフレキシブル混成基板がある。プリント基板設計は、他の回路との相互接続、部品配置、機能、電気ノイズ、 完成品の大まかな寸法などを考慮して、誤差、交差解析を行い、これら要件に従って、回路図、ネットリストを作成する。次に使用する材料、部品を記した、ボム、部品表を作る。材料の選択は、動作環境、対応年数を考慮し、インピーダンス整合を考慮する。実装する、電子部品の選択は、スペック、入手性、予算、 サイズなどを考慮する。このほか、ドリルファイルなど製造するためのデータを盛り込まれ、基盤の設計者と製造業者との間で、やり取りされる歌は、ガーバーデータと呼ばれる。ガーバーファイルの出力には、クワードセプットなどのカナダドルエダツールが用いられる。市販のカナダドルツールは、設計データがデザインルール、設計規則に違反していないかを検証するため、デザインルールチェック。 DRC などの機能を有する参照。製造成功量設計、いわゆるや動作温度範囲におけるにおいては、C、有限要素解析、FEM などのシミュレーションが活用される、脱走システム図書のアボキスなど。このようなプロセスで設計された施策の検証を繰り返し、最適化を図る。フローハンダは、端子が強ピッチ化した IC の実装が困難であるなどの、 欠点があるが、リード部品を同時にハンダ付けできるため、リフローフロー工程を適宜組み合わせて用いたり、工程に適した基板設計が行われる。1990年代以降の高密度実装の技術では主流である。表面実装用部品をサーフェイスマウンティングデバイス、SMD と呼ぶ。代表的な SMD として、チップ部品 IC、LSI のソップ。 QFP、ブガなどのパッケージがある。全面に銅箔を貼られた基板から不要な部分を取り除いて回路を残す方法。絶縁体基板に回路パターンを後から付け加える方法。銅パターンを形成したくない部分にレジスト、メッキレジストを形成し、レジストのない部分に電解、または無電解メッキを施すことでパターンを形成する。アディティブ法には フルアディティブ法、パートリーアディティブ法、セミアディティブ法などがある。日立化火星、日立化ち火星エレクトロニクス、イビデなどはフルアディティブ法を採用している。なお、これらの企業はサブトラクティブ法による製造も行っている。プリント基板は生産性を考慮して1メートル四方や1.2メートル四方程度の1枚の大きさの基板に、 複数の基板をまとめて面付けして製造されることが多い。あらかじめ基板には各基板間に NC ドリルや V カットで切れ目を入れておき、完成後によってそれぞれを分離する。デジタル回路でも低速の動作であればプリント基板の特性はあまり配慮の必要がいらないが高速の動作が必要な高速デジタル回路ではプリント配線のパターンが 理想的な動線ではないことを理して、同配線パターンが作るインピーダンスへの配慮が必要となる。具体的には、信号の立ち上がりや立ち下りが1ナノセカンド以下で、配線長が5センチメートル以上の場合に交流的な影響が出る可能性を考慮する必ずがある分布定数回路。回路欠陥の他判ダ、レジストなどの欠陥によって様々な導通、絶縁の不具合をもたらす。 この分野の詳細は、電子回路工学、集積回路工学を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。